この夏は記録的な豪雨の発生が目立ち、多くの人が被害に遭っています。山間部での被害も目立ちますが、都市部でも台風による大雨や突然の豪雨に対しての備えが必要です。うん、今日は防災の日ということもありまして、うん、も9時からずっとこの番組の中でもこの手のね、そうそういろんなお便りとか話題なんかがちょこちょこと出ておりますけれどもね、うんうん、はい。広島の大雨なんかはまだ行方不明者の捜索、住民の避難などがね、続いております。うんうん この夏は本当にいろんなところで雨による災害が目立ちました。うん、ね霊例っていうニュースも先ほどね、ありました。7月に入ってからは、7月9日、これ沖縄、本島、長崎、新潟で50年に一度の大雨。で24日には東京、練馬区で1時間の雨量が7月の観測史上最多となりました。8月に入っても10日に高知県で観測史上最多の豪雨。えー、16日には京都での大雨。うん、翌日は福知山市が浸水。十七、えーえー 22日には高山市、この地元もありましたね。そうですはいで、20日には先ほども言いました。広島市北部、うん、そして22日には福岡県24日には北海道利尻、うん、レブンですね。うん、まざっと挙げてもこんなにある。うんうん いうことですね。山間部はやっぱりね、土砂崩れの危険が大変大きいです。危険なその場所の周知っていうのは徹底するなど今後の対策が待たれるなというのがね、この一連のいろんな災害を見てお言われていることなんですけれども、うんうん 山間部ね、土砂崩れなんかがやっぱこう大きいので、わーっとこう目立っちゃいましたけれども、うん、えー、都市部でも、都市部なりの危険っていうものがありますので、うん、そこも気をつけなければいけません。うん、都市部の場合は、コンクリートやアスファルトで地面が固められているところが多いですよね。うん、そうすると、えー、山間部よりも短時間で水が溢れるっていう危険性が都市部の方にもあるんです。染み込まないですからね。はい。地面にね。そうなんですよ。だから短時間でもう、わーっと降って、うん 機能が麻痺するなんてことがありますので、うん、そういった備え対策心構えっていうのを考えておく必要が都市部の方々にはあるわけです例えばね具体的に外出先で豪雨にあったらどうしようなんていうのを日頃から考えておくといいですよね、うん 地下にいる場合、地下街が名古屋はね、いっぱいあったりなんかしますけれども、地下にいる場合はどうしたらいいか、うん、まずは地上に出ましょうということですね、水害に関する実験で、都市部では十数分で地下室の水が天井まで達するなんていう結果も出てるんです、流れ込んできたら。大雨だから、外出ると濡れるから、地下でも入ってお前やったりしようかと、普通は思いますよね、うんうん、地下に避難って思っちゃったりすると、それは間違い,い,い。流れ込んできた場合にわー あととも水がが、ね、天井まででで達すするるいうう結果が実験なんかでは出てそ地下街の場合は広いので水が天井に達するまでこう密閉された部屋よりはまあ時間がかかると実験ほどではないと思うんですけれども、うん、ただやっぱり流れ込んできた場合はなるべく水の流れに逆らわないような方向で、えー、階段を探して早く地上に出る方がいいそうです。うん 低い土地にいる場合ビルの2階以上など高いところに避難しましょうということですねで川や水路の近くには行かないこれそうですねであの大きい川とか水路なんかは、まあ、まず普通に考えて皆さん気をつけると思うんですけれども側溝、うん、のような小さなところであっても、うんえー、やっぱこう水が溢れているときは大変危険なので避けてくださいということです。で地地下下鉄で出かかかけているる場合、はい、地下に水が入るとなかなか帰れなくなる 可能性があるんですけど、まずは急いで帰ろうとせずに、のいろんなね。命を守る行動っていうのをすることが必要ですね。はい、帰ることをね。優先させないようにということですね。うん、はいで、道路が冠水した場合は車の運転も危険です。よくテレビなんかでこう水の中を運転しているって言うのを見たり、なんかしますけど、うん、マフラーから水が入ったりするとあっという間に車が動かなくなって立ち往生してしまうと、うん、これ、ね、うちのね番組のスタッフが東海豪雨で経験しました。 うん、はいあの本当にすぐに動かなくなっちゃったそうですねあのじゃあマフラーの高さは一つの目安かな、うん、なんですけれどもね、うん、まずはもうあの車はね安全な駐車場などに停めて避難優先した方がいいですね乾水してる道路はね、うん、マフラーがどうとか言ってると、うん、さっきみたいにな急に水かさは増しますのでまだ大丈夫と思ってる,んでるところもありますからねそうなんですねまだ大丈夫と思ってるともうばっとこう水かさが増してマフラーにっていうことになりますので、うん、のマフラーきちゃんとかっていうよりもま,まずは安全な駐車場なんか 止めて車は降りた方がいいと思った方がいいかなという気がしますね、そして自分のお家を守る対策としては、うん、まずはやっぱりハザードマップなんていうの、皆さんね、見かけたことあると思いますけど、これ、しっかりと見て、自分の住む地域がどんな風になってるか、うん、危険度がどのぐらいのものなのか、うん、じゃあそうすると何を備えればいいのかなんていうのを確認しておいてください、うんうん、はい。 で、さっきあの、速攻うんぬんって言いましたけれども、あの、家の周りの速攻が詰まって水が溢れることのないように、日頃からこの速攻の掃除はしておいた方がいいですね。うん、はい。そういう意味でも。うん、はい。あの 美観景観だけではなくてねそういう意味でも掃除はした方がいいということです、はい、であのやっぱり家の中に水が入ると大変なことになりますのでこれを食い止めるということを日頃からそういう時はどうすればいいかってことを考えといた方がいいかもしれませんねうん、うん、これね25日8月25日付の朝日新聞に載ってたんですけど水納と止水盤の作り方 うん、水のていうのは土のとかのあの水で水の、うん、で止水板は水を止める板というとあ水を入れてそういう作るっていうそうなんですよこの水のっていうのはあの家の中でトイレとか排水口からの逆流を防ぐもの、うんうん 作り方が載ってますねどういうふうに作ればいいかというと45リットルぐらいのサイズのポリ袋まあゴミ袋ぐらいかなに20リットル半分より少し少ないぐらいの水を入れて空気を抜いて口を縛りますくそれをどう使うかというとトイレとかお風呂の排水口洗面所なんかの排水口にドンと置いて蓋にするわけですそうするとそこから逆流して水が流れ出すということを防いでくれると。 普段はだからポリ袋とかをね、うんうん、用意しておけば、水さえ中に詰めれば、うん、蓋になると。 水そうそうそういういうことですね。作り方を覚えておくといいですね。うんうん、で、止水板の方は、これは外からの水の侵入を少しでも防ぐという意味で、作り方は、玄関なんかにこう防水シートを敷いて、その上に段ボールを並べて、うん、でその一つ一つにさっき言った、その水のね、うん、水袋を入れるんです。うんうん、で、それをさらにこう防水シートできっちり包むという。うんうん、で、こういったものは、本当にあのポリ袋とか段ボール、普段は備えておけば、 いざという時に作り方さえ知っていれば簡単に作,れる作ることができるということで早い段階で準備する方がいいですね。うんうん、で、まあ、こういったものを準備した上でもしそれでも水が入ってきちゃったらっていうことは2階以上に避難するっていうのが懸命ですね。うん、でマンションに暮らしている場合は地下に機械室があるタイプっていうマンションの時は。 前頭がいすにばーっと停電する可能性がありますので、うん、その停電の備えもしておいた方がいいということですね、うんうん、なんかこう、まあ、ろうそくとかねそういったものは用意しておいた方がいいでもだからといって豪雨になってからあの地下は大丈夫かなってあまり見に行ったり、うん、さっき言ってたあの高いところに逃げるのが優先ですからわざわざ地下の方に見に行ったりっていうのは豪雨になってからね様子見に行きたくなるかもしれませんが、うん、行かないというふうに心がけておいてください。それ設計的にに機械室を地下に作るのも 考考ええもんですよねでもそういったことを考えてなんか地下に作る,なん作る意味ももちろんあるでしょうけれどもねえ、うん、そこのこうこどうすればいいのかないの、ねね、こんな低い土地のところに、うん、この地下にこの機械室かいうのも設計者としてどういう意図でそんなふうに作るのかなと今となってはですね今でな気にもしてなかったんですの,ふ普段の でどうなんでしょうね、その辺はちょっと難しい、あの別にど地下じゃなくてもいいよっていうんだったら上音がするんで、地下の方でなんかふだん、ガガガガさせてけっていうことなんでしょうかね。あなね。まあ、その辺、どっちの方がね、じゃあ、あのいいのかなんていうのは、ちょっと私たちもなかなか勉強不足です、す建築上のこととは分かりませんけれども、考えた方がいいのかな、どうなんでしょうね。はい、でさっき言った、避難は高いところにするっていうのが基本なので、例えばマンションのひ場合は、水害の時は上の階の人、 下の階を受け入れまちょっとこう、あの、委員会みたいな時にですね、うん、総会みたいな時にですね、うんうん、やっといた方がいいかもしれませんね。うん、はい。で、えー、まあ、こういった努力はしていても、やっぱりそれでも危険だっていう時は、より安全な場所に避難する必要はありますよね。うんうん、で、各自治体、避難勧告なども出しますけれども、うん、夜中に判断しなくちゃいけない場合、今回もありました。うん、で避難勧告を出す方が安全なのか夜中に外に出て 危険が増すのはどうなのかなんて迷う場合もあるので、その辺のところも、ちょっと自分たち家族はどうしようとかね、個々それぞれの住んでる場所とか、うん、家族の携帯とか、ね、いつ何時ぐらいにはどこに誰がいるのかっていうようなことは違いますので、うんうん、それぞれ話し合っていた方がいいでしょうと。もうちとでは 違うぞということだってあるかも分かりません,ません広域地域での,その避難の方針はあったとしても、はい、ひょっとしたら隣とうちとではまた違いますというあたりもね、はい、細かいとこまで想定できるといいですよねそんな中やっぱりいろんな警報なんかも活用してください気象庁は局地的に降る激しい雨を予測するための高解像度高解像度降水ナウキャスト っていうのを、うん、運用しています。これ、インターネットで見られます。パソコンとかね、うん、スマホで見ることができます。三十、うん、分先までの雨の量を、五分間隔で予測してます。うん、で、これまでは一キロ四方で予測していたものを、今月から二百五十メートル四方にまで狭めて精度を上げました。うん、ですから、自分のいる場所がどうなってるかなっていうのがね、より詳しくわかるようになってます。雨が強くなってきたら、チェックすると、その予測をしてくれてますので、えー、先に、先に。 先だったこの避難っていうことね、行動の目安になります。はい。あの地図があって、自分のいる地域に合わせて見ることができますのでね。うん、地図の上で、こう雨が降ってる地域に色がついてます。例えば、赤色が出てた、結構ふうなと、一時間に五十ミリの雨が予測されていると。いうことなんで、うんうん、赤色はよち、もう危険だなあっていうふうに思ったりとかね。うん、そこ日頃から見ておくと、あの。そうです。いいですね。今私は慌てて、そこへ今、アクセスしました。うん、はい。そうしたら。 表示領域の登録方法。<laughs> こういうとこからやらないかんから。急に見ようと思って、こういうのをきちんとまずね、<う>設定、初期設定みたいなのを先頭。いざとなった時に見ればいいやと思ってると、どこ、なんかこうね、なかなかそこに到達できなかったりとかっていうのがありますので、今ね、見て、うん、あの、見方みたいなものをね、普段からちょっとね、あの、慣れておくといいかもしれませんね。はいはい、都市部住宅地でも土砂災害が危険がやっぱあるということで、愛知県では、あの、緊急ね 警戒情報を携帯電話に配信する緊急速報メールの配信エリアも拡大するそうです、うん、これまで三河山幹部の5市町村で、5つの市町村で配信してきたんですけれども、えー、土砂災害の危険箇所があるすべての自治体、37の市町村に広げることになりました、うんはい、ですからこういったこともですねあのせっかくこう自治体なんかがやってても、あの活用できなければ意味がありませんので、うん、そういったところも日頃からしっかりとチェックしておく必要があると思います。うんうん、はい